フォーマーとして活動していきたい。大内奈緒です。ダンスとパフォーマンスをやっています。ダンスを始めたきっかけは中学校1年生の時に新入生歓迎会があって、それを見てその時の感情としては、なんかこうかっこいいからやろうとかじゃなくて、なんかできそうっていう自信があって、小学校からの友達がダンス部入るっていう話で一緒に入ったのがきっかけです。本当に最初は軽いノリで始めました。その時はすごい選択肢が少なかったので、やるやらないっていうよりかはやるしかなかった状態でもあって、やっぱ最初の頃ってこうブレイクダンス痛いし、できないとすごい直接体にもダメージがあるし、それと同時に心もやられるしみたいなことが多かったんですけど、もうやるしかないっていう感じで続けていきました。やっぱりこう分かりやすくこう技ができたりとか、感覚をつかみ始めた時とかすごい楽しくなってきて、やっぱ痛いんですけど練習中とかはなんか楽しいから続けられてる。私の中ではずっと同じ感覚でやっていて、本当に最初から一応こう同じ気持ちでは続けていて、まあもちろんそのプロとして正式に始まったのは3年前、始めた頃と同じ気持ちのまま延長線上でやってるって感じ。中国の大会に出たことがあって、その時はバトルだったんですけど、なんかその時に自分たちはすごい2対2のバトルだったんですけど、結果は準優勝だったんですけど、すごいもう自分のダンスやってる時になんかすごい現地の方がすごいめちゃくちゃ湧いてくれて、靴を脱いで投げ始めたりとかするくらい、なんかすごい本当にすごいことになっていて、なんかその時はすごい今でもすごい覚えてますし、なんだろう、自分もやっぱ踊ってる中でリアクションがすごいあったので、踊っててテンションがすごい上がりました。その練習の過程でなんかもっと詰められたなとか、そういう本番を迎えてから気づく悔しさみたいなのは結構ありますね。ブレイキンやってる人の中ではすごい難しいと言われてる技で、逆さまになって片手から片手に回転しながら回る技です。この技はすごいなんか、もちろんやるのには時間がかかったんですけど、コツをつかんでからはある程度こういいスピードテンポ感でできてきたので、あんまり難しいっていうのは考えたことないですけど、他のやってる人と見て違うなって思うのは、なんかできる人は増えてきたけど、パワームーブっていうんですけど、パワームーブって結構ガツガツしたなんか動きが多い中、なんか私は意外となんかふわふわしたパワームーブだけどふわふわした動き、同じ技やってても違いがあったりとか、自分は大事にしてます。時代の変化もあって、今すごい SNS がすごい流行ってはいるんですけど、こうしていきたいなっていうのが一つあって、 SNS だけの人になりたくなくて、うまくいったところだけを切り取ることもできるじゃないですか。 SNS も失敗してても載っけたりとか、載せるならもうその技を絶対できるようにしようとか、動画で見ると生で見るのって全然違うと思うし、迫力もそれこそ違うし、こういう時代だからこそすごい生のパフォーマンスは大事にしていきたいです。
ダンス始めて4年目くらいから今までずっと思ってることは、ダンサーっていうよりかはパフォーマーとして活動していきたい。自分のこういうなんていうの、ブレイキンなのにふわふわしてるこの不思議さとか、めっちゃブレイクダンスやのにアイドル好きとか、基本的に自分はそのままでよくて、未来のことはことを達成するためには結局今の積み重ねになってくるから、なんか毎日毎日大事に過ごしていきたい。